さあ前回はその当時の東京の説明をしていただいたんですけれども大江戸のこと始運河、うん、堀ね運河から浄水水と塩、うん、物資の供給、まあ、そんなことで江戸の町を開発をしましたけどその江戸の町の開発をお手本にしながら関東全域を ここれは開発をしてていけってことあります、うんうん、すごいことをやってるんですけどもねじゃあ具体的にどんなふうにいったかというと、はい、まず江戸にみんながいて関東関東って言ってても何もできませんから家臣団をね、あのー、配置するんですよ、うん、あちこちにねでその時に関東をもう一回全部検知やり直すわけ、うんうん、大変な作業でした。 そして、地地行割を行う地行割をうん、つまり何、えー、の誰々はあのここの土地の何万石だぞとあいうね地行割を行うでそれを稲忠次という人を中心とした源氏で行う、はい、この人稲備前守熊蔵忠次といいます。うん だから熊蔵っていうのがね資料によく出てきます。はい。とかイグマって書いてあります。うん。<laughs> で<グ>熊蔵って誰だろうと思ったらこれ彼のことです。はい。だけど普通こっちらは熊蔵と言わずに比前の神なんて言って比前屋さんだとかあのあの比前屋さんっていうお菓子屋さんがあるんですがね。えっと愛知県岡崎市そうです。はい。その今熊蔵さんのいた屋敷が比前グルワと言いましたね。お、うん。その向かいに作ったものですから比前屋という、ね。うん こ、まあ、ころでこの人中心とした県庁はやっぱりで、国高を確定します、うん、これは今と同じね。はい、でこれまでの農民たち領民たちはこれまでの年貢割に従いなさいって言った、うん、北条氏の支配してる時っていうのはね結構年貢安かったんです北条氏っていうのは、はい、だから本当はもうちょっと高く取りたいんだけど、うん、山へのご利用したのが良かったと、うん、いうことも これは要するに収めにくい状況になってますから、うん、とりあえず前までの年貢割に従って、はい、そんな高い年貢を取るじゃないぞってことでいった、はい、そしてまあ豪村の支配をしていく、はい、これ同じですよね、うん、で関東をまずこう武士たちが支配できるような下地を作っていったんですね、うん、そして関東平野の開発と治水この2つこれがやっぱり江戸と同じですが。うん 各国々の大事なのはね関東っていうのはねものすごい川が多いところだったんです、うん、であのー、雨が降るたびに乱流したりとか氾濫を起こしたりするので各国々がね治水事業っていうのはね必死にやらなきゃいけなかったその川の氾濫を食い止める事業をやるっていうのが意、うん、の一番に課されたことだったそしてもう一個は少ない田んぼ多くの米が必要になってきますので。うん 新しい田んぼ作ろうじゃないかということでその治水事業をしながら水路を走らせて田んぼができるようにしたんです、うんはい、これんあっちこっちでやったもんだからあっちこっち大きなその農場がたくさんできるわけね、はい、米,米作りの。 検証されてるんですよ。水戸、水戸もそうです。彼の銅像があるんですけどね。水戸に行ってきましたけどね。はい、見事なもんです。氾濫する川を。水路に、水路に変えて、で広く田んぼ。米が取るようにした。うん、まあ、これは本当にすごいなと。さあ、一番すごいのこれです。利根川。利根川ってね。うん、坂東太郎と言って。はい ものすごく広くって、うん、水量が多くって、はい、大変な川ですよね千葉県の銚子の方に流れていきます、うん、霞ヶ浦のところに入って、はい、もう河口なんんかほとんど海ですよね。あれ実はねこの家康の頃ってね、はい、千葉県に流れてなかったの。 <え>江戸湾に流れ込んできてたの、利根川が。そうなんですか。ああ、<laughs> ままた大変です、ね。大変ですよ。利根川が一本流れてても大変なんだけど、うん、それの支流がいっぱいあって。うん、で、雨が降る、なんかその嵐が来るたびに、それは反乱を起こす。はい、江戸の町が発展しなかったのは、利根川が。江戸湾に流れ込んでた。た、うん、でも、それを何とかしたっていうことですよね。流れ変えちゃったの。うん、付け替える事件。 当選東側にこうなってたの、うん、東側に移して千葉県に持ってたの、うん、すごいですねこれやったのがやっぱり稲田次だなすごいねいろいろ考えて <laughs> これはねだから関東が出来上がってきたのも、うん、まあ特にこのこの辺りのことね、うん、これとても大事になりますが稲氏三代ね忠次忠政これは兄弟なんですけどねで、うんうん、やったとこの家康の抜擢の凄さすごいですねでも。 そうなんですね<ー>、うん、これが関東の地図ですけどね、はい、家臣団どこに置いたかっていうのはちょっと簡単にざっくり見てきます。家臣団愛知、うん、これね小田原大久保忠世四、はい、万石、うん、大きいですよ、うん、ここは東海道の抑えですよ関東に攻め入ってきたら俺が食いたお前食いためよ、まあ、本多正信なんて何かここ天縄って言いますけどね。 こんなところに本田忠勝がいる。うん。これ理由があるんですけどね。うん。理由。ここだけ家康は土地をもらってなかったの。はあ。ここ阿波の国って言います。粟国って先なかったでしょ。はい。ね。あの、上様ではもらったんだけど。粟国は。里見。という。里見八犬伝で、ね、有名な。はい。はい。里見氏を治めてたんです。<laughs> うんうん、彼は従ってなかったの、家康には。うん。だから。 本田忠勝にここのおさえをせよと言っておくだから大須賀安孝っていうのがねあとは堺忠次の息子それから鳥居元忠というのはここここ下を去って言いますよね、うん、それから結城秀康これは結城氏、うん、榊原康の館林奥平信政井伊直政この人は高崎。うん 平はこれは前橋ですね馬屋橋とって言ってましたねもうこんなふうにしてね重要な家臣団をこう置いていくんですけども、うん、こっちの方はそんなにはまあ色はい,たいるんですけどねこれ主に何かというと主な街道沿いですよ<ー>関東に入ってくる街道沿いのところに有力な家臣団を置いて、うん、江戸に入ってくる時に戦えやと、うん、攻めるでこの周りには 旗本だとか一、うん、万石級の、まあ、いわゆる譜代の家臣たちを近くに置いて江戸城を守らせる、うん、関東を守らせるのは力の強い武士たちということになるこれは考えましたねたすごい、うん、でこれ東京江戸城を中心としてこの円は2 0キロ、うん、1>, 1日で来れる範囲なるほど江戸にこれここも4 0キロ これがギリギリ1日で迎える、うん、これは60キロ、うん、これは一睡もせずに24時間かけると1日で江戸に行ける距離、うん、で榊原康は最初ね水戸にねくれるって言ったんですよ、うん、だから水戸だと2日かかると殿のとこに行くまでにいざっていう時にだから館林で結構です 一日で行けるこういうことですよね。で実際これ一日で行くのは大変なんですよ。そうですよね、うん。でも松平家忠はね、それでもひいひい言いながら一日でどこまで行ってた。ああすごい。<laughs> その辺がね、本当にひいひい言いながら言ってた様子がね、うん、この人の日記に書いてある。あそうなんですね。<laughs> ちょっと愚痴っぽく。面白い。愚痴っぽいです。は,はい。まあこんな風にしてね。 円を描いてみると、うん、その外側に強い家臣団を置いて、江戸を関東全体を守らしていたんだっていうのが分かります。うん、頭のいい配置の仕方ですね。うん、本当ですね。家臣たちがどういう国を作っていたかを、ちょっと代表的な例で、利根川の当選事業を見る。はいうん、さっき利根川をどうやって付け替えたかという話でしたね。はい、まあこれは本当の簡単な略図なんですが、利根川というのはこの、こうやってドアに流れてたの。うん こここれれをこっちにこう変えたんでですす <laughs> すごいですねこれまた大変あこういった事業のことを言いますよっていうんですけどね、まあ、この辺のこう細かいあの川の水をこう集めたり、うん、それからこの分水したりしてせき止めて分水したりしながら堤防を作っていってこちらにこうずっと回していくという。うんはい こうい稲忠次と子どたちがこれをやったんだよんまあ本当はこれの話だけでも一つのドラマになるんですん大変なことだったんですよね、まあ、今日はこういったことをやったよっていう話もねそれからこれ何<う>て書いてあるえっ 金山でいいですか佐渡金山行ったことありますか佐渡って佐渡ないです佐渡いいですよいいですよ金鉱があった日本世界でもトップクラスの金山があっただから佐渡に行くと金のものがいっぱいお土産で置いてありますあらじゃ激安であの買ってほしい人と一緒に行かないとねそうですそうですここにつけるもんやらねここにつけるもんやらねここ大きいのがいいですねここにつけるもんやらもんね はあままりつけないがいい方がかもしれせん金山開発 <laughs>、はい、これやったのがこれはね明治まで続くんです,わすごい明治の金庫跡これも多分今世界遺産に申請してると思いますがそのまんま残っちゃってますえー、すごいですね佐渡金山っていうのはねうん、うん、結構見どころがあるみたいな僕は実はね行ったことないんです、ね、あ珍しいあでもあんまり買えませんよこういうもの買え <laughs>、はい。ね佐渡金山、うん これをやったのが大久保長安という人です<ー>この人は佐渡岩見銀山、うん、金山銀山の開発で莫大なお金を掘り出してきましたそうですねでそれ 徳川が金持ちになるため、うん、埋蔵金を作るためじゃないですよじゃなくて、まあ、徳川は埋蔵金とか言いますもんねそうそうお金の流通をやってたんです <laughs> 金貨銀貨を作ってたでしょお金をきちっとした国産の通貨で流通させるためにはどうしても必要だった、うん、だからわずかでも隠し持ったりしたら厳罰を処したんですねおすごい、うん、だから大久保長安はどうも死後、うん やっぱりその財を成してたってことが周りに恨まれて、うん、その訴えられて、うん、この人死後ですよ。死後、うん、死んじゃったのですよ、ねで。そうそう、どうも財産隠し持ってたじゃないかということで、うん、死んだ大久保中尉をもう一回掘り起こして、屈指のそうです。ひどいですね。うん、そこまでやった。で彼に関わる一族ね、はい、それから彼に関わった武将たち、大久保一族も全部。うん もう左遷されたり、首<え>になったり、切腹があったりえでもそれ確固たる証拠ないんですよねいや、まあそこから出てきちゃったんですね、いろんなものがああ、そうなんですね、うん、で、本人がやってたかどうかは、はっきりしてないうんけども、あのそういった大久保長安事件なんていうのも起きるぐらい、うん、実は厳格に取ったものは、きちっと貨幣にして流通させるんだとんんだから よく民法でとっくは埋蔵金になって夢がある1,000万両もあるかもしれないありえないない最初からないあるような顔しちゃってるだけで最初からない絶対ないいい切りですないそうですありませんよもうそんなのがあったとしたら大したもんですねさあこれが水戸にある伊那の銅像ですここの下備前堀といいます。 彼が作った堀、はい、ここの堀を使って治水をしながらこの周りに豊かな水田を作っただからこうやって検証されてる、はい、これが大久保、岩見守っていうのは銀山石見銀山で有名なね、はい、そこの主になりましたので岩見の長安のこ,この二人が幕府の土台を作ったというね。う さあちょっと早めにするこれはね四天王のある武将が作ったお城の一つなんだね、うん、大滝千葉県こ、うん、この人この人ですがね彼がねさっき言ったように千葉県の館山の方っていうのかあの里見市のおさえとして、うんはい、あんなところに偏僻なところに、うんうん もらったんですね万う彼はそこでね城郭の整備城下町も作ったんです意外にすごい外ですね。やりづらいだけじゃなくてすごいその時に実は天守を作ったというふうに言われてますがどうも天守はなかったんじゃないのかというのもこの頃つって言われてるこれはこれはコンクリート作った資料館ですああ模擬天守になりますね これはドン・ロドリコというねここに漂着したスペイン人が作った大滝城の絵なんですが、うん、ここに天守は描かれてないんです本丸は書いてあるけどでも立派な城と城下町ができてますよっていうやつが書いてあるこれはね大滝城下町絵図ドン・ロドリコのいた。街道大滝街道がこうあってこういうふうに回ってきながらね、うんはい、でここに城があって。 まあ、こんなのを彼は作ったんだけどね、まあ、この辺の小田木猫屋城のもともとあった古い城を、まあ、きちっとしたということなんですがあの彼の特筆するのはこの街道沿いの町屋をですね拡張したんですねどんどん呼び込んでで房総の小江戸と呼ばれるぐらい小さな江戸だと言われるぐらいにぎわったんです。うん、今でもそのうち残ってる 何軒か見せますとねこんなふうに大滝に行くとこの大手会館なんてのもあってね、うん、こんなような古い民家がポツポツと残ってますがまあその完全なその美しい江戸情緒の街並みというところまではちょっと、うん、まあ今だんだん新しくなって残ってませんけどね、うん、でもすごいきれいな状態でそうですよあ理がしっかりして非常に静かでね落ち着いた。うんうん あのいすみ鉄道っての乗ってくんですけどね花が綺麗だ大滝これも行くといいですけどねここに行きますとねこんな公園があるんです何公園ただかつただかつ公園町を挙げて本田忠だを検証しているんですえーすごいだからでもこの人どこで生まれた生まれたのは愛知県の岡崎市そうですよねここでもこうだけど大滝ではただかつ祭り 忠勝公園があって大河ドラマを本多忠勝にしてくれっていう運動もやってるあそうなんですねそのぐらい熱心なんですえ生まれはこっち愛知県岡崎市で生まれたっていう日しかないですよねはいこれがね美智子秀殿か今の上皇后様ですよねお生まれになった町育った町館林あっ 林うん、群馬県の館林の縄文これをわざわざねお城なんとが何も残ってないので復元して作ったもんなんですけどね<ー>立派ですこの人のお城これ誰だっけかっていうとここにピュッと前立ちがある榊文が安政<町>そうです彼が作った <laughs> ああそうなんですね彼なんかねまちづくりなんか本当の素人じゃないのかと僕は思ってたんだけど見事なまちりましたよ結構あの皆さんこうそうなんです <laughs> 結果出すというかすごい <laughs> ここねどうしようもない沼地なんですよ白沼って言ってますけどねここに一個一個飛島のような城を作ったんです、うんうん、本丸二の間これが本丸か こう一個一個橋でつないで、うん、これ敵が攻めてきても、これ攻めにくいですよね。で、この周りに堀をこう。作って、掘削して、うん、ここに武士団を全部その足で。で、もともと館林は、そんな城下町じゃなかったもんですから、うん。まず、こういう総構えになるような外堀を作って、うん、うん、この中に。 町屋を作ったんですが<う>農民たちを強制的に町人に商人にしたんです <laughs> 強制的に <laughs> 強制的にその代わりなった、ね、農民たちね町になってくれた人はね、はいうん、税金いらないってやったんですからあそれはおいしい <laughs> だからみんなじゃあ自分もやんべっていうことでちょっとや,やってみるかっていう,うで彼らがが作っった町屋が今でも残ってるえー、すごいそれちょっと行ってみたいですね あのね、うん、低層の町って言いましてねうん、うん、高いビルがないんです建物って<ー>城が本当のランドマークだったみたいですね、えー、だから落ち着いてます、うん、このこの町のところに正田美智子さん、うん、今の上皇后様のあの生まれ育ったお屋敷がありますえーえー、あのー、そしてね彼はね自分は江戸を守るためにここに来た うん、と思ってますから、うん、この真ん中のこの道江戸口って書いてあるあ<ー>ここは佐野口って書いてあるんですからね。一、はい、本この道はこのまんままっすぐ江戸に向かう道にしたんです、えーはい、江戸の守りの要にこれが日光街道なんですよ日光脇洋館って言いますだから日光に行くにはこっち江戸に行くにはこっちだぞ今でも江戸口と 佐野口っていうのは、ちゃんと門番の見張りまでつけて。作ったんですね、これ。<ー>はい、結構あれです、なんかあの。さっきも言いましたけど、その武将。というか、まあ、私たちのイメージだと、戦うことに引いてたり、ちょっとあの作戦を考えることに。っていうイメージなんですけど。やっぱ、街づくりでも、結構発揮するんですね、そういう能力をね。そうです。すごいですね。やるな、お主らって感じ。ですよね <laughs>、うん、本当にね、すごい街の。うん 元を作ってるんです<ー>だから館林の人たちはね、うん、原政って大事にして大しますよああですよねでも、うん、僕はここなんか2回行ったかな、うん、あのー、ここは文福茶釜で有名なんですけど、ね、あ文福茶釜、うん、はいこれ江戸口ね、うん、ここ町屋を作ったよって話でしたね、うん、えっと城下町で近隣の農民を町人にしたよと。 で、これ税金免除ね、実施しています、うん、あいいですね、うん、で、総構えの城郭整備をしたんだよとうん、うん、すごい街を作ったんですよです、ね、これ白の間で、利根川の五十四キロに及ぶ、うん、利根川、これよくね洪水にあってたんですね、うん、で彼最初何やったかと言ったら、堤防の笠上げ工事をやったんです、うん、渡良瀬川と利根川という二つの川のうんうん、うん 五十四キロのよぶ。まあ、うん、大変ですよだから、洪水が少なくなったんですね。はい、だから、館林に行った時にね。子供たちの郷土読本の最初に。坂榊原康正の話が出てきて。<う>トネ利川を直した武将。もうすごい偉人じゃないですか。偉、ね、人です。偉、うん、人になってます、本当。はい。<ー>まあ、これが。その。 利根川が氾濫しない、しなくなったために、まあ栄えたお寺なんですが。お寺ず、ものすごく綺麗なお寺ですよ。うん、ここ行く参道に何があるか。お地蔵さんですか。全部。お地蔵さんじゃないですよ。たぬきなんですよ。うん、だ <laughs> よく見えませんでした。モリンじと言います。文福茶釜の。ああ、さっきの。うん、<ー>この、この話なんですよ。なるほど。 綺麗なところです。まあぜひね、あのお出かけください。そうですね。コロナ落ち着いたらぜひとも、はい。あの歴史観光といってもこれちょっとしてると面白いでしょ。行ってみたいと思うんでしょ。あの本当にそんなもんなんですよ。何も知らずにグルメだけで行かないようにしてくださいよ。グルメ絶対ついてますから。そうですね。グルメ絶対ついてます。間違いないですね。はい。その次最後の一人、本田榊原と言ったら次に。 堺はもういませんからか、はい、はいくん、e、ですよあ、そうだ、忘れてました <laughs> <laughs> 忘れないでね、はい、高崎城です高崎の町はいい、うん e、の甘さです<ー>これは東門と犬井櫓と言ってますがこれは元々こうじゃなかったのを持ってきて移設して今、城の公園になってましてねうん、うん、この中にが実は大きな建物があって群馬県群馬公共楽団群馬うん、うん 群馬公共、群協群協ってよく呼んで、日本でもトップクラスのオーケストラが、ここの中で、向こうの中の公園の中で練習してるんでへ<ー>そういう、そうなんですね。うん、ここ行ったときにね、高崎の郷土資料館の館長さんがね、うん、この町ができたのは、飯田お正のおかげですよって言った、10年しかいなかったんですよ、けども、町の基本を作っていきました。はい、この人です さあこれはもともとでもいい直政はね、うん、高崎よりも少し北側の箕輪というところに十二万石で入りなさってもらったんですね、うんうん、秀吉の命令もありましたその箕輪城っていうのも立派な城で残ってます、うん、これは整備した箕輪城ですこんなふうにして城門まで作っておお大きな公園になってますがここからわずか数年で 高崎に移りなさいと言われた。うん、で、なんで移ったのかっていうのはね、実は道路に道に問題があった。これ、ちょっと画像が悪いで申し訳ないんです。あ、これはごめんね。移った後の高崎城の模型です。うん、こんな、まあ城を作ったんですね。うん、からね、うんうん、歴史書書館にあります。すごいですね。さあ、なんで箕輪から移したのかっていうのがあってね。これ、これ、ずっと中山道なんですね。はい、中山道から三国街道といって、ずっと。 こっちの新潟抜けて行く道、うんはい、それから追い分を通って小諸を通ってずっと中仙道で行く道、うん、北国街道がここで合わさりますそれでが合わさるのがここ高崎だったんですね。<ー>この辺にあった身のにいたのをここまで移しなさいとしろ、うん、ここは洋商になるわけでしょ、はい、こういうことで街道が合わさる中仙道と三国街道の分岐点のこの高崎に 輪から下を移しなさいとうん、うん、だから井伊直政はここの町づくりの時にこれをものすごく意識してますあ<ー>こんなふうになったあのねちょうど分岐点のど真ん中にこの町をつくったの、うん、だからどこ分岐点だか分かんなくなってるよねあなるほどだから人は全部この中に集まってくるわけ<ー>で城をきちっと城囲いでつくって、うん、その周りにきちんとお堀もつくって城、うん、下町をつくったうん、うん、立派な町をつくって 分岐点であるがゆえにここに人がどんどん集まってきてしかも重要な要衝であるということでいつでも軍事的な動きもできるというそういう町づくりをしたんです,んすごいこれが高崎の町<ー>で「小江戸」と言われました「高崎ののれんはいいぞ」という歌が残ってるんですね。も、はあ、もともとっって言ったんです。この その後、この和田の地名をなんとかしたいなということで松崎にしようかっていうふうに小文字に書いてあったそしたら直政についてきたお坊さんが「松」っていうのは先っぽが枯れてきますからあまり縁起がよくないよということで「高崎」にしましょう。名付け親がいい直政ですよいい高崎の皆さん、直政が名付け是非しとってください。 すごいこういう町を作っていった北関東の中心地になりました。なりますよね、うん。ということでね、うん、3人の、はい、今日は3人のね、えー、武将がどんな町を作ったかという話をしましたけど、うん、こうやって関東一円が徳川が力をつけていったんだという様子が分かってもらいたかた。うんうん 分かりましたすごい軍事族だけつけてったわけじゃないですよ、はい、ものすごい思いをして、うん、開発をして街づくりをして、うん、人々が来るようになって物が集まって潤って力がついていった、うん、あの関からの合戦に至るまでにね、はい、今日は豊 徳川の話をしましたけど、先、はい、回は豊臣氏がどういう国づくりを目指したのか。今度は家康がどんな風に関東を収めていったのか、ね。いよいよ天下分け目の合戦を経て、江戸時代というのが、これからやってくるんです、ね。あ、そうです。そこもすごい楽しみです。でも、今回のこの流れもすごく勉強になりました。面白かったでしょ楽しかったです。はい、あ旅行に行きたいとこ増えましたね。ね<へー> <laughs> 増えましたね。<laughs> <laughs> はい。ね。じゃあ、俺、これで教会、今回はい。 はい、次回も是非お楽しみにありがとうございました。<music>